最近なんですけど料理するようになりました。全然料理とかしなかったんですけど、やってみるとなんか楽しいなって。最近あの、なんだろう、いろんなところに行くと野菜売り場が気になります。それこそ今あの、僕空心菜すごい好きなんですけど、台湾でも毎日で食べてますって言ったら、そう、あの日本でも空心菜が売ってて、まあ、台湾にするとだいぶ値段も高いんですけど、なんかそれを見つけるとなんかつい我慢できなくて手が伸びてしまいます。あ、でもあの最近見に行った映画ではあのあれですね、セデックバルっていう映画があの軽くなるほど映画と一日半日がかりでしたが、いや結構あの過酷な映画ですけど、なんかすごくメッセージ性がある、なんか祖国を守るみたいな、その勇気を感じた映画でしたね。うん、まあ、歌でこうね、世の中をどうこう変えるっていうことは、まあ、できないですけど、でもその歌うことでその自分たちを癒して、この世の中で頑張って生きていくしかないよっていうその思いを歌に込めてたと思って、やっぱり奄美大島にとっての本当に大切な音楽だったんだなって今は思いますね。時代的にこうあのいろんなものがこう多様化している時代なので、さすがに今となったらこう島の人たちにとってしまうとはなくてはならないなみたいなことではないにしても、やっぱりあの僕らもその時代はあの見てないですし、知らないから、その人たちが歌ってきたようにはやっぱ歌うことは表現することはできないんですけど、でもその思いが今に引き継いでいるので、これはこう大事にあのもっと日本というこのプロジェクトを立ち上げた今だからこそ、やっぱり大事にしていかないといけないなというふうに思ってますし、まだあの広い意味で